回ですね、コストコの方で買ってまいりましたこちらとマスタード、なんですけども、これね、マリーレっていうんですかね、これね、内容量が 865g 入ったこのもうマスタード、もう粒入りマスタードですね、もう見るからに美味しそうな瓶なんですけども、こちらの方です。後ろの方にですね、書いてますね、粒入りマスタード、マイユと書いてますね。成分の方がですね、貯蔵酒、からし、食塩、白ワイン、砂糖、香料、まあそれぞれいろいろ入ってますね。輸入者が SB 食品株式会社ということで、原産国がフランスで作られた、はい、こちらの方の、マスタードです。フランス産です、これね。コストコで買ってまいりました分なんでね、はい、もう分量がねかなり多いです。はい、こちらの方ですね、今回ねちょっとレビューの方させてもらいたいと思います。すごいですね、なんかおしゃれですね、このねなんか瓶自体がね、なんかゴールデンでいいですね。1747って書いてますね。1747年でに会社がね作ってたんでしょうかね、これね。マイレってね、なんかフランス語なんですよね、これね、フランスで書いてますからね。はい、ではですね、早速ちょっとね開けてみたいと思いますので、じゃあちょっと蓋開けてみます。上がこんな感じです。おしゃれでしょこれね。はい、じゃあちょっと蓋開けてみましょう。このままいきましょうね。結構ねもうパンパンに入ってます。どうですかこれ、もう美味しそうですね。はい、じゃあちょっとね早速ちょっと食べてみましょう。はい、ちょっとねちょっと取って、今日はウインナーを、はい、これねウインナー、ボイルしたウインナーもう用意してますのでね、こちらの方ですねつけて食べてみたいと思います。ね、たっぷりねつけてね食べると美味しいと思いますので、では早速ですねもういただきたいと思います。フォークでねいただきましょうかね。はい、ではちょっと早速いただきます。たっぷりちょっとね、こんな感じでつけていいかな。ちょっと乗せましょうか。はい、これでちょっといただきますね。どうですか。うん、私も食べていいですか。美味しいです。うまい、これね、やばい、美味しいです。めちゃくちゃマスタードというのもなんかね、なんかちょっとあんまり食べたくない、うん、新しい新食感のあれですね、うん、美味しいですね。はい、うん、うん、うまい、うまいです。酸っぱいですね。うん、酸味がね効いてますこれ。はい、なんかもう大人の食べる、うんうん、お子様だったらちょっといい感じ。うん、美味しいです、うん、はい、サンドイッチとかに塗ったらめちゃくちゃ美味しいんじゃないですかね、これね。ウインナーもいいかもしれないけどね、レタスとかに塗ると美味しいんじゃないですか。うん、こんな感じです。はい、うん、まあウインナーも美味しいですけど、このね塗るとより一層美味しいです、これ。はい、うん、この前でも十分食べれますね。まあマスタードというよりも、むしろなんかちょっと、なんかあんまり日本ではどちらかというとちょっと変わったなんかね、つけるような感じですね。マスタードというイメージで食べない方がひょっとしたらいいかもしれないです、これ、ね、でも美味しいです。なんかちょっと高級感があっていいですね。はい、というわけでこちらですね、はい、コストコで買ってまいりました。マイユですね。マイユって呼ぶんですね、これね。はい、マスタードです。はい、以上、レビュー終わります。どうもありがとうございます。